とうとうデイ3、今日からトーナメントコース2日間で勝負が決まります。現在の成績を発表します。翔太選手はこのまま行ってください。あとの2人はガンガンピン攻めてバーディー取りまくって1オーバー以内に収まるように頑張って、チャレンジしてください。13番難関ホールにやってきました。200ヤードアゲインストです。うん、よいしょ。よいしょ。よいしょ。難関13番パーポー第2打。ちょっと右の方向に出ます。バンカーか、右バンカーです。第2打、残り180ヤード。ピンの右に向かっても飛んでますが、ナイスオン。このピンの右、和田選手と同じようなところにオンしました。かなり長いパットが残っています。約20ヤードのバンカーショット。よいしょ。35メートル近くあるバーディートライ、1メートル20センチです。同じく11メートルバーディートライです。これも1メートル20センチ残りました。3人ともパーセービングパットになります。うん、ナイスセーブ、ナイスサンディナイスパー。14番パー3、134ヤード、ちょい打ち下ろしですが130ヤードでいいのではないかと思います。グリーンの真ん中、オンです。これもピン真ん中にオンです。これはピンの左にナイスオンです。よいしょ。3メートルも見事にワンオンですが、ライン的に中央に難しく、分かりにくいパッドのラインを残しています。2パッドのパーは簡単には取れないラインです。翔太選手から辛いスライムをちょっと読み切れませんでした。今日のグリーンスピードは10、
そんなに早くありません。これも打ち切れない。かなり下りに見えてしまうんでしょう。で、スミネ選手は上りのスライスラインです。越えてからの曲がりが変わります。坂を越えてここからの曲がりが変わる。ちょっと読み切りませんでしたが、まだ大丈夫でしょう。笹原選手、パーターのリズムが少々乱れてきました。なんかアプローチの感覚が乱れてきてます。ナイスパー。ちょっと巻いて引っかかってバンカーに入りましたが、出たでしょうか。これもバンカー方面。バンカーに着地して出たような感じもします。これは右に出て、いいラフでしょうか。いいラフです。15番ホール168ヤードセカンド。グリーン左にオンです。約160ヤード。グリーン左でしょうか。130ヤード、若干上り、ライはちょっとボールが沈んでいます。これはピンの左を、距離が少し足らなかった。バンカーでした。非常に砂が薄い状態が続くのが QT の近くになるこの時期です。バンカーショット、砂が薄くてエクスプロージョンショットが使えません。笹原選手、約15メートル、下りスライス、目は右から左に、かなり切れるのではないかと思います。下りの難しいパットをタッチを合わせることができるか。なかなかいいタッチでした。ナイスタッチ。これも下りのスライスです。スミス選手、7メートル、パーセービングパットです。ナイスパー。残念ボギーでした。よいしょ。左目の方がいいんです。バンカー、正面バンカー、正面バンカーの右エッジより右はダメ、真ん中左半分、バンカー入らない、正面のバンカーは。
うん、よいしょ。今日は前からだから真ん中でも大丈夫かも。ちょっと右から泥がかかって真ん中に戻ってきています。今日の T の位置だったら大丈夫かもしれません。最難関16番ホールパー4、右ドッグ、この正面の木が邪魔になって、フェアウェイ左半分に置かないとスタイミーになってしまいます。3人とも問題ないところに来ています。まずは笹原選手から、165ヤード、ちょっと右に出てきます。右手前ショートでした。150ヤード、右ショートでした。かなり風が出てきてます。140ヤード、これも右からのギリギリ乗りました。120ヤード、アプローチショット寄せることができるか。最難関ホール16番、ナイスアプローチ、フックラインでした。2人とも今のアプローチのラインは見ていたはずです。和田選手から上り 120%、 打ってない。打った途端ショートが分かりました。約 80cm 残っております。ナイスタッチ。この暑い中、集中力を切らさずにプレーを続けるのは大変なことですが、USLPGA のファースト QT はこれまたはこれ以上の温度が続く中での試合となります。ナイスパー。17番パー3にやってまいりました。このホールの特徴はロサンゼルスからの風をアゲインストに受けることです。グリーン向こうのマウンドがあるために風を感じることが少ないことがありますが、かなり吹いています。今日は1クラブを開けないと届かないのではないでしょうか。お、ナイスナイスショー。寄ってる寄ってる。ピン左、距離はナイス。ターン、曲がれ曲がれ、うん、ナイス。17番ホール、風が吹いている中、アゲンストの中、3名とも風を読んでグリーンにワンオンしております。まずは出荷選手から、基本的には目的には逆目の上り、最初はフック、
弱いんじゃないか。1メートル残ってしまいました。残りのタッチをアウスすることができなかった。さあ、アスピル選手惜しい。ナイスパー。ナイス、ナイスパーディー。では翔子選手、大事なパーセービングパットです。うん、ナイス。さあ、ミッションヒルズカントリークラブトーナメントコース、シグネチャーホール18番にやってまいりました。パー5です。池越え、まずは池に入らないように。正面の3本のパームツリーの左は池です。正面のバンカー、2つのバンカーを狙って打っていきたいところです。うん、よいしょ。うん、よいしょ。うん、よいしょ。アグレッシブなラインだったけど。うん、よいしょ。ど真ん中。ここも好きなだけ打てるよ。ちょっと左に引っかかり気味、バンカーに入るかな。バンカーか。それはスミス選手、フェアウェイ真ん中に220ヤード。うん、よいしょ。これも素晴らしい。18番、サードショット131ヤード。ここはグリーンが左から右に流れていますので、ピンの左5ヤードぐらいがターゲットラインとなります。ピンに向かって、ピンの左から、オーナーショット、これ右に落ちていくよ。ありがとうございます。よいしょ。かなり上げて、かなり上げております。ピンの左2メートルぴったり。んー、ちょっと噛んだか。止まれ。止まりました。さあ、最終18番難しいピンポジションになっています。翔子選手から110ヤード、何の変哲もないアプローチショットです。入るか。おお、明日につながったね、これね。このバーディーでかいと思うよ。やった、明日につながったよ。来週、ありがとうございます。惜しい。ナイスパー。さあ、笹原由美選手、和田選手のラインは見ていたと思います。若干のスライスラインでした。アウトサイドレフトでしょうか。さあ、ライン通り打つことができるか。いい感じで、ああ、曲がらない。ちょっ
スライスを読みすぎました。ナイスパ、ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとう。お疲れ様でした。お疲れ様です。今日は75でした、はい、違う、75で合ってますか。75、3936、75、はい、でも最後のバーディーは明日につながるバーディーでした。チップインでやっとバーディー取れました。最終ホールで何が苦しかったんでしょうか。チーピンは出たし池に入れたので池の前でチーピンが出ちゃったし。そうですね、はい、うん、まあ、いろんな、はい、よくでもあんまりショット良くない中で頑張ってはいるんですけど、うん、もう明日アンダー出すしかないので割り切って頑張っていきたいと思います、はい、でも合計で今2オーバーだから、ね、だから明日1アンダーで回れば、はい、あの大丈夫スコアなんで、まだ希望はあります、うん、希望は多分に初日3アンダーだったんだし、ね、はい、ということで今日はゆっくり休んで、もう3日目、ゴルフ4日間連続やって疲れも溜まってるでしょうから、ね、今日はゆっくり休んで明日に備えて、はい、アンダーで回るようにしてください。お疲れ様でした。ありがとうございました、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした、ちょっと今日もやっちゃいましたね今日は78で78、はい、6オーバーずっと通さ、通算なんだ。12オーバーちょっと苦しいね、はい、まあ苦しいけど、はい、まあ来年も再来年もありますので、はい、そういう将来につながるように明日は頑張ってほしいんだけど、今日は何がいけなかったの。今日はパッとやばかったね。全然入んなかったね。なんか短いのが、うん、今日一日ずっとパターが気持ち悪くて、うん、一昨日からずっとなんですけど、なんか構えた感じが、おお、ビタッと来ないわけ、はい、お部屋でもやってたんですけど、なんかずっとしっくり来なくて探してたんですけどショートパットが入ってなかったよね今日ね、はい、3発ぐらい外してなかった。いや、もっとです。もっと3パット4回ぐらいやってるんで、ね、なんかもう最近はでも結構パター良かったんですけど、うん、急に、はい、まあパターってね、この暑さもあるし時差ボケもあるだろうし、まあいろいろあるけど克服しながらやらないとゴルフなんで、はい、ということで今日はゆっくり休んで、はい、来年再来年につながるラウンドを明日頑張ってください。はい、頑張ります。はい、それじゃあまた明日、はい、ありがとうございました。